どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい。ちょっと今、私、訳あって雪でですね、都内に足止めされておる最中でございまして、詳しくは今日のね、ガズブログ見てください。概要欄に貼ってきますからね。今日はお知らせです。いつも皆さんご利用いただいている、ガズレレと G ラボの最強、最高のウクレレたちのポップアップショップの、お知らせをさせていただきたいと思います。また行きますよ、ポップアップショップ。まず、日にちです。2023年の2月25、26日でございます。今月のね、ま、末、ね、年、あ、月末ですからね。場所は、実はです。去年も、開催した、お台場です。東京お台場のデックス東京お台場ビーチでございます。今ちょっと間違えるといけないんで、情報を見ながら喋らせていただきたいんですけど、今回の目玉。B ラインです。B ライン、ガズレレ YouTube 動画でもご紹介しましたけど、木目がちょっと悪かったり、ちょっと節があるよという弾き心地とか音とかはもう最高レベルのもの。これかなりね、3割ぐらい安くね、ゲットできる。その商品も実際見てね、判断できるということと、あとね、アウトレットです。アウトレットっていうのはそれこそ本当にちょっと傷がついちゃったとか、輸送途中にちょっと傷がついちゃったとか、ちょっと塗装にムラがあったみたいな、そんなやつですね。それもすごいリーズナブルな感じで、お届けできると思います。このポップアップショップというのは直に見て触れるんで、自分でご確認していただいてですね、あ、これだったらいいかなというふうに思っていただければかなりリーズナブルな形で手に入ってくださると思うんで、ぜひ皆さんお台場お越しください。あとは普通にですね、フルラインナップの展示と、ちょっと今回はですね、ブラックビューティーウクレレもですね、可能ですよ。ブラックビューティーも試奏とご購入ができると。ブラックビューティーモデルってすごい大人気でございましてですね、なかなかすぐにご購入っていうことはちょっと今まで叶わなかったんですけど、今回の、2月25、26の、お台場ではそれができますよというご案内でございます。このブラックビューティーとかね、ガズモデルとかぜひね、買わなくてもいいんで、まずどんな弾き心地かっていうのを試すだけでも、ぜひよろしくお願いいたします。あ、で、このことについてめちゃくちゃ詳しく解説している、ホームページをね、もう作成しております。概要欄に、まあ、一番上に貼り付けておくんで、そこをまず見ていただきたいんですけど、そこでね、詳しくご案内しておりますんで、場所とか、よく見ておいてくださいね。弦の種類の弾き比べコーナーっていうのを用意してます。弦っていろんなメーカーの、いろんなウクレレブランドとか弦のメーカーから出てるじゃないですか。どんな弾き、なんか音の違いとか、この弦の柔らかさ、硬さとか、いろんなメーカーの弦をこう、Gラボのウクレレに貼ってですね、皆さんにそのこう、弾き心地とか音の感じの違いを、弦を変えて、これ新しい、かなり皆さん斬新だと思います。弦を変えるとですね、かなり世界観変わりますんでね。そういうご体験もしていただける、機会も設けております。はい。Gラボスタッフの、日本のね、Gラボのもう一番トップであります、吉本さんと、この間動画にも登場した、アッキーさんも、登場ですからね。はい。2月のね、まだ2月、後半というとちょっと寒いかもしれないですけど、今回はですね、前回と違って、ちょっと、部屋の中っていうか、建物の中みたいなんで、皆さん、お気楽に来ていただければというふうに思います。デックスお台場ビーチに G ラブウクレレのね、可愛らしい音がね、響くと思うと、また、さらにこう、テンションが上がるということなんですけど、ガズさんはちょっとですね、その日顔出せないと思うんですけど、でも、大丈夫です。G ラブ精鋭スタッフたちがもう、親切、丁寧、懇切に、皆さんの質問などに、しっかり答えていきまして、思想やら、アドバイス、こういうふうな、あれがいろいろこう、できると思います。あと、ガズレレにまつわるグッズなどもね、いろいろ展示して、販売しておりますんで、ちょっとお時間ある方、週末お台場デート、お台場にお出かけ、家族でお出かけいかがでしょうか。2月の25、26、お台場東京デックスお台場ビーチで、Gラボポップアップショップ開催だよ。今回も目白押し、内容盛りだくさんで楽しいイベントになっております。ぜひ皆さんご家族、お一人様でもご家族でもカップルでも、来ていただいて、ウガディガズレレ Gラボのウクレレを試奏してください。よろしくお願いします。はい。またね、こんな、ご案内どんどんしていきますので、引き続き、ガズレレ YouTube チャンネル、並びに G ラボ、ウクレレ YouTube チャンネル、もうモリモリやっていくぜ。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。